今日は、PlayStation 4と5で、2022年3月4日に発売された、グランツーリスモ7に収録されている、JZA80 スープラについて紹介するんだぜ。グランツーリスモ7は、ハンドルコントローラー、通称ハンコンと、マニュアルシフトコントローラーがあれば、実際に運転しているようにシミュレーションできるゲームなんだぜ。JZA80 スープラは、ザ・スポーツ・オブ・トヨタ。をキャッチコピーに、海外では4代目、日本では2代目スープラ、として登場したんだぜ。今もなお80スープラとして親しまれているんだぜ。JZA80 スープラが登場する、映画、漫画、アニメなどは、一番有名なのは、ハリウッド映画の、ワイルドスピードシリーズなんだぜ。一作目のワイルドスピードでは、スクラップ同然だった JZA80 スープラをドミニクの工場で修理し、様々なチューニングパーツを日本から取り寄せ、完成させた。ブライアンのセカンドカーとして登場するんだぜ。主人公のブライアンがスープラを使っていたことから、北米ではカルト的な人気があるんだぜ。2作目のワイルドスピード X2 では、映画序盤のストリートレースに出場する、ジャックの愛車として登場するんだぜ。3作目のワイルドスピード X3 東京ドリフトでは、パーキングで行われるストリートレース会場で、リアビューだけチラッと登場するんだぜ。5作目のワイルドスピードメガマックスでは、金庫を盗むための防犯カメラ回避練習シーンで登場するんだぜ。柱に衝突してしまうので、ちょっと悲しいんだぜ。7作目のワイルドスピードスカイミッション。映画のラストシーンで、ブライアンの愛車として登場するんだぜ。漫画、アニメに関しては、イニシャル D。神奈川で行われたストリートレースに、レーシングチーム片桐。ヒルクライム担当のタイヤマネージメントに、武田正統派のプロドライバー皆川秀夫が乗る愛車として登場するんだぜ。湾岸ミッドナイトでは、幻の最高速ランナーと呼ばれた相沢光一の息子で、自らも首都高を走り始める相沢圭一郎、通称圭の愛車として登場するんだぜ。詳細は、概要欄にリンクを貼っておくので、気になる人はチェックしてくれよな。また、JZA80 スープラがこの作品にも出てたなんて情報知っていたら、ぜひコメント欄で、教えてほしいんだぜ。グランツーリスモ7で、JZA80 スープラは、以下のように紹介してるんだぜ。1993年5月、トヨタの GT カーである、スープラが新型へと生まれ変わった。マッチョでパワフル、いかにもアメリカンだった初代に対し、ストイックでスパルタンな印象を強めたスタイルであった。全体のフォルムは伸びやかなロングノーズから、グラマラスな筋肉質へと変身。前幅が 120mm 広がった反面、全長が 100mm 縮められ、よりスポーツカーとしての理想的なプロポーションを手に入れたのである。インテリアは黒で統一されたストイックなもの。メーターは独立の五眼式で、時計もそれに合わせてアナログ化されている。エンジンラインナップは、シンプルで、2JZ 型3リッター直6 DOHC のツインターボと NA という2種類。ツインターボは280馬力、NA は225馬力を発揮した。ツインターボの 2JZ GTE 型はチューニングベースとしても使われ、400馬力、500馬力という仕様が数多く作られた。ギアボックスでは5速 MT と4速 AT に加えて、6速 MT もラインナップされた。これはドイツ、ゲトラグ社とトヨタが共同開発したもので、SZR、RZ、RZS というスパルタンなグレードに、ビルシュタインの足回りとセットで搭載された。サスペンションは先代と同じ四輪ダブルウィッシュボーンだが、そのジオメトリーなどは完全な新設計。各部の剛性アップや、ダンパー、ブッシュ類のチューニングもあって、操縦性は大幅に向上した。グランツーリスモ7で、JZA80 スープラの入手条件は、2種類の入手方法があるんだぜ。ユーズドディーラーにて中古車として売り出している時があるんだぜ。1804万クレジットで購入できるんだぜ。随時更新されていくので、逐一チェックして、売り出されるのを首を長くして待つんだぜ。メインシナリオのカフェでの依頼、メニューブックナンバー32の、コレクションレース、オブ、ターボスポーツ、アジア、オセアニア、鈴鹿サーキットで、3位以上でゴールすると入手できるんだぜ。そのまま運転するのも楽しいけど、グランツーリスモ7では、好きに改造した車を、運転するのも楽しみ方の一つだぜ。改造は、馬力を上げたり、曲がりやすくするチューニングショップ。車の色、ホイールなど外装を変えたりする、GT オートの2種類があるんだぜ。チューニングショップでは、様々な改造ができるんだぜ。改造は、スポーツ、クラブスポーツ、セミレーシング、
レーシング、エクストリームに分かれていて、スポーツは5パーツで合計262万5000クレジット。クラブスポーツは5パーツで合計572万5000クレジット。セミレーシングは9パーツで合計1455万5000クレジット。レーシングは15パーツで合計2711万5000クレジット。エクストリームは6パーツで合計1760万クレジット。エクストリームには新品エンジン、新品ボディがあるが、これを買うと改造が元に戻ってしまうので、除いた改造費は、総額で6762万クレジットになるんだぜ。GT オートでは、130種類のホイールや、600種類のエアロパーツ、オイル交換や洗車に加え、オールペイントや、カラーリングも自分好みにカスタマイズできるんだぜ。まずホイールなんだぜ。BBS のホイールは、28種類。レイズのホイールは、64種類。OZ レーシングのホイールは29種類。ワークのホイールは25種類。横浜ホイールは60種類。円形のホイールは36種類。アメリカンレーシングのホイールは2種類。モテジレーシングのホイールは10種類。KMC のホイールは3種類。林レーシングのホイールは1種類。スプーンのホイールは1種類。全部で11メーカーのホイール259種類があるんだぜ。また、ワイドボディにすることで、ホイールもそれに合わせることができるんだぜ。続いて、エアロパーツなんだぜ。フロント部分はタイプ A とタイプ B の2種類。サイド部分は、タイプ A とタイプ B の2種類。リア部分は、タイプ A とタイプ B の2種類。ウィング部分は、ウィングレス、タイプ A、タイプ B。カスタムの4種類。その他、レーシングアイテムとして、ボンネットピンが、タイプ A とタイプ B の2種類。ケンインフックが、タイプ A とタイプ B の2種類。ロールゲージが、タイプ A、タイプ B とタイプ C の3種類。フロントグリルが、タイプ A の1種類。ライトバルブも5種類の中から選べるんだぜ。自分好みにカスタマイズした車を運転すると、とっても楽しいんだぜ。その他、グランツーリスモ7ユーザーが公開している。コンテンツがあって、自分の車に反映することもできるんだぜ。ワイルドスピードのブライアン仕様に、仕上げたスタイルをユーザーが公開しているので、チェックしてみてくれよな。グランツーリスモ7では、運転する以外にも、2500箇所以上の撮影スポットで、こだわりの写真を撮るスケープス、乗車中の車の走行ムービーを鑑賞できる、スケープスムービー、運転、撮影、鑑賞といろんな楽しみ方ができるな。愛車遍歴で JZA80 スープラを所有したことのある有名人は、ハリウッド俳優のワイルドスピード主演のポール・ウォーカー、レーシングドライバーの脇坂寿一、レーシングドライバーのオリド・マナブ、が愛車として乗っていたんだぜ。この辺も概要欄にリンクを貼っておくので、気になる人はチェックしてくれよな。また、JZA80 スープラはあの有名人も所有してるよって情報があったら、ぜひコメント欄で教えてほしいんだぜ。JZA80 スープラを実際に買おうとすると、新車購入価格が JZA80 スープラは、最上級グレードが448万円だったんだぜ。中古車検索サイトグーネットで調べると、2022年5月時点で最高値がなんと1800万円と、新車より高くなってるんだぜ。ガソリン代、税金、保険、タイヤ、オイル交換、車検等の、年間1万キロメートル走行時の維持費の目安は50万円ぐらいだけど、20年以上経過している車は維持費以外に修理代もかなりかかりそうだぜ。それを考えると、グランツーリスモ7で運転を楽しむのに必要な機材は、グランツーリスモ7、プレイステーション、ハンドルコントローラー、マニュアルシフト、テレビまたは液晶モニター、これらを揃えるのに、だいたい12万円。年間の維持費や修理代もかからないので、実車を所有するより、コスパがいいんだぜ。ゲーム中なら事故っても平気だから、ガンガン走り込めるんだぜ。JZA80 スープラに関して、まだ知られていないことがあるかもしれないので、この辺は、ぜひコメント欄でも、意見が欲しいんだぜ。以上で、JZA80 スープラの解説はおしまいなんだぜ。感想や指摘、意見などは、気軽にコメントくれよな。マリサのグランツーリスモの知識はまだまだだ。俺が教えてやる、という人はチャンネル登録をして、マリサをどんどん鍛えてくれよな。今後も、グランツーリスモ7には、400車種以上収録されているので、紹介していくんだぜ。
それでは、ご視聴ありがとうございました。